こんばんは。ニュースをお伝えしました。お茶の席などを彩る素敵な色と形です。ジューシーなトマト、食感の良いミョウガとパプリカ、赤色と食感の違いが食卓で大活躍しますよ。久しぶり。水口くんとゆいちゃん、東京、ここは食のワンダーランド。東京には食材の数だけ物語がある。夜足がつる、顔がむくむ。今週はシリーズ家庭の医学の第2弾。今日ご紹介した内容は今日の健康テキスト9月号にも詳しく掲載されています。ぜひ参考になさってください。どこまでも続く青い珊瑚礁の海、まだまだ知られざる絶景が広がっています。みんな元気？はーい。まやお姉さんも、あずきお姉さんも、ゆういちろうお兄さんも、かずむお兄さんも、笑ってまた会おうよ。それじゃあバイバイ。鉄道博物館所蔵の超レア映像をお届けする発掘鉄道お宝フィルム。今回まさに人力ビッグデータ、気が遠くなりそう。姫、ご無事で何よりです。ありがとう。ここがムールの店か。そうです。泣いちゃう。ダメだ。メール、私もメールと別れたくないよ。みんな。
6時になりました。NHK ニュースおはよう日本です。この時間は朝の最新ニュースを一気に見ていきます。まずはこちらです。今日午前4時33分ごろ、岩手県と宮城県、福島県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波はありませんでした。下がるかもしれませんね。9月19日火曜日の朝一です。なんて いいシーンってグッと来てたら、うん、写真撮影のそうですね。最後にちらっとねタイムマシーンさんの関君が出てきましてあっこだけ有吉の壁みたいな急にね試されてるのかな気づきますみたいなね、誰に向けてこう気づくよ。いや今日はあのクールポコのセンちゃんも今日はセリフがあったはいはい、はい、なんでしょう。この時間の体操終わります。この後もどうぞお元気にお過ごしください。10時になりました。今入ったニュースからお伝えします。ではこの後はキャッチ世界のトップニュースです。ニュースの後は平野レミの早わざレシピ2023秋の行楽シーズンスペシャルイエーイ。ということでレミさん、ゴールデンタイムは82分の生放送さ、今回何品作るんでしょうか。今回死んだ者勝ち。それで鏡を見て自分が口がへの字になってたらば、笑っちゃって元気になりましょうってこと。いや本当レミさんといるとね、我々も本当にパワーをいただけます。本当にありがとう。パワーつけましょうね。また次回お会いしましょう。さよなら。お仕事再開ですかと思ったけど、あんまりお客さんがいない。暖炉の火がいい感じでだんだんぼんやりしてきて寝ちゃった。これはしばらく起きそうにないな。ビッグさんが寝ている間に少し探検。写真が飾ってある。歴史探偵、これからも歴史の面白さをたっぷり
お届けします。みんなの歌です。離島で発見ラストファミリー。今回は若者が盛り立てる2つの島へ。アマをしてもらう。アマ限界なら、アマが男性だけの理由とは。そして島民たった一人の島で古民家を直して宿を作ろうということで、自力で作る民泊、その結果は。17日日曜午後6時5分。ジエイズ、国連難民高等弁務官緒方貞子。難民問題を解決するため、自ら紛争地帯に乗り込みます。生命の安全を確保する。国際法がどうであろうとね。前例のない交渉術と決断力、緒方さんの知恵に迫ります。どういう強さをお持ちだったんだろうなって。 E テレ19日火曜夜10時。
こんにちは、正午のニュースです。ここまで全国のニュースをお伝えしました。ここからは関東地方の皆さんにお伝えします。全国のニュースでもお伝えしていますように、今日午前、東京駅近くのビルの建設工事現場で鉄骨が倒れるなどして作業員5人が巻き込まれ、このうち2人が死亡しました。ニュースをお伝えしました。現代アート、今ありかも。新感覚気候番組ミチタン5ミニッツ。災害に強い町づくりを目指して作られた宮城県東松島市を目標にしています。相次ぐ台風による停電に備えて、1時になりました。ニュースをお伝えします。続いて大阪から列島ニュースです。こんにちは、列島ニュースです。いろんな仏像を見たくなりました。僕だからです。大好きなんです。私もちょっとだけ出演しちゃいます。次回もお楽しみに。NHK プラスでもご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。ではまた来週もお楽しみに。皆さん、さようなら。イエーイ、ダンスです。ミュージシャン気分で鳴らしてみよう。ダンス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 。3時になりました。ニュースをお伝えします。よく使われるあのフレーズ、ネイティブはどんな気持ちで使ってる？
英語の気持ちが理解できればどんどん話せる英会話ビーリングリッシュ。今日言えたかな。 Good job everyone. See you next time. Bye.恋爱关系中女生是如何称呼男生的？小学生、中学生、老公、大学生，哎，婚前老公，婚后死鬼。なんかいつも気になるんだよさ。ことを深く心に刻み、兄弟児を含む子どもたちの声にも耳を傾けながら、小児の付き添いについて捉え直すことを社会に働きかけつつ、親子が安心して過ごせる入院環境を整えていくことに、これからも注力していきたいと思っております。日頃からこう 前に出る力士なんで、はい、でもここ3日4日ですね、あの状態もあの一番力が出る角度っていうんですかね、はい、引かれて落ちない、押して力が出るところでいい角度で攻めてますね。うん、思うようには取れてませんけど、はい、まあ、あの結構十分ですから、あの体動いてますよね。前回は春場所で対戦がありました。霧島が左を差し込んだところで錦木右の小手投げ、それを霧島が左の外掛けで返しました。ニュースの時間ですが、大相撲中継を続けます。さあ時間です。錦木から見ますと、そのがっぷりになるためにどういうことが求められるでしょうか。まあ、立ち合いよく見てですね、踏み込んで相手の中に入っていきながらのがっぷりですね、はい、まあ、一本どうにか差し込んでですね、でこう抱え込みながら上手が取れればいいんでしょうけど、まあなかなかそうはさせてくれないと思いますけどね、はい、まあ、右でも左でもいいので差し込んで、そうですね、胸が合えば、はい、可能性はありそうでしょうか。そうですね、どう胸を合わすか、まあ、合わさずにどう攻めていくか霧島はってことですね。立ち合いです。10日目結びの一番、中継はこの後6時3分までお伝えします。右で抱えて小手投げではなく、はい、圧力を前にかけていきました。抱えてどんどん相手の間合いを詰めて、あの仕事させませんでしたね、はい、今日の相撲どうでしょうか。立ち合いからですね。そうですね、ここからこう前に出ればよかったんですけど、ちょっとこう振りながら下がったところをもうここだと思ってどんどん出てきましたね、はい、錦木から間合いを開けさせないように詰めてきましたね。
結びの一番に波乱がありました。錦木が勝って5勝5敗、大関3人揃っての勝利はなりませんでした。これで1敗熱海富士、2敗が高安、3敗が大関貴景勝など5人です。画面では明日11日目の取組をご紹介しています。今日の正面の解説は元関脇安芸乃島の高田川親方でした。ありがとうございました。ありがとうございました。向正面は元総国来の荒汐親方でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。明日から終盤戦です。10日目が終わりました。東京両国の国技館からお別れします。6時3分になりました。全国のニュースをお伝えします。 See you next time. Bye. 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 いつも元気なワンワンです。おうかだよ。みんな元気？てへへ、ぽぅぽ元気。バイバイ。ラストファミリー、今回は若者が盛り立てる2つの島へ。アマをしてます。玄界灘、アマが男性だけの理由とは。そして島民たった一人の島で古民家を直して宿を作ろうということで、自力で作る民泊。その結果は17日日曜午後6時5分。ジェイズ、国連難民高等弁務官緒方貞子、難民問題を解決するため自ら紛争地帯に乗り込みます。生命の安全を確保する、国際法がどうであろうとね。前例のない交渉術と決断力、緒方さんの知恵に迫ります。どういう強さをお持ちだったんだろうなって。 E テレ19日火曜夜10時。事故は大規模な再開発が進む JR 東京駅八重洲口近くで起きました。暑さになりそうです。北日本です。次第に晴れ間の出るところが多くなる予想です。最高気温は札幌で23度、旭川で21度と今日よりも低いでしょう。週間予報、名古屋から那覇です。木曜日金曜日と広い範囲で雨が降りますが、土日は各地で晴れる見込みです。那覇はしばらく晴れの天気が続くでしょう。札幌から東京です。東北から関東は木曜日金曜日雨の影響で暑さが和らぎそうです。暑さの出口見えてきたと言えそうでしょうか ね。晴れる日でも徐々に夏の暑さになるような日少なくなっていきそうです。楽しみですけれども、ただ明日は、ね、まだ暑さ厳しいので熱中症気をつけていきましょう。では失礼します。盛り上がりましょう。まずは細川たかしさんで、なにわ節だよ人生は。お任せあれ。さあ皆様ご一緒に参りましょう。手を見せた時に、手がなんかギュッて握ってくれた感じが下からこっちかな、後ろ。けいちゃんチョコレート美味しい？
こんばんは。首都圏ニュース845です。週刊予報です。気温はあさって以降少し下がって、幾分暑さが和らぎそうです。天気の方は木曜日金曜日と曇りや雨というところが多いですが、土曜日日曜日は晴れるところが多くなりそうです。明日朝の天気、朝空です、はい、曇りのマークのところも日差しはありそうですね、明日乗り切れば秋の入り口だ。晩明日一日辛抱です。明後日以降は少し暑さ和らぎそうですね、はい、この後はニュースウオッチ9です。JR 東京駅八重洲口です。この場所から100メートルほど離れたあちらの工事現場で今朝鉄骨が落下しました。この周辺オフィスビルも多く立ち並んでいまして、車通り人通りともに多い場所となっています。なかったなどとして浦和レッズに対し、来年度の天皇杯の参加資格の剥奪と県籍の処分を課したことを発表しました。参加資格の剥奪は最も重い処分の一つで、J リーグが始まって以降この処分が課されるのは初めてだということです。協会はサポーターによる暴挙は断じて許されないとして、違反行為をしたサポーターにクラブに招いた結果の重大性をしっかりと受け止めてほしいなどとしています。大リーグヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんが大谷翔平選手へエールを送りました。怪我はもうしょうがないですからね、また元気な姿をね見たいなと思います。それを応援するだけです私、はい。松井さんが持つ日本選手の大リーグ最多ホームラン記録、大谷選手があと4本に迫っていることを尋ねると、記録ですかねそれ記録じゃないですね、来シーズンねあっという間に抜いていきます、いくと思います、はい。さあ田中さん、明日9月20日ですけれども、バスの日なんだそうです。なんでバスなんですか。そこですよね、はい、日本で初めてバスが走ったとされる日が120年前の明日ということだそうですね、はい、ただそのバス、日常で使っている路線バスがなくなってしまうかもしれません。明日路線バスの今をお伝えします。ニュースウォッチ9、今夜はこれで失礼します。失礼します。奥さん、ここで働かせてください。女で一つで守るその牧場に男は突然現れた。おじさん、すっごくでっかいね。でっかくても中身は空洞だ。お父さん、あの人を信用してないの？隠してることがあるんじゃねえかと。北海道を舞台に描く愛と優しさの物語、土曜ドラマ遥かなる山の呼び声。you